皆さんこんにちは、ドラム講師の片平でございます。今日なんですけれども、タイトルにありますように新しいブログを開設しましたっていうことについてお伝えしたいなと思います。今までですね、ブログアズとライブドアブログで書いてきて、簡単なシリーズとか、全ての動画になんですけども、概要欄にリンクが貼ってあったんですね。ただ本格的にですね、こうちゃんと目次のついたで、あとこう見やすいブログを作りたいと思いまして、ワードプレスの方ですね、新しくブログを立ち上げました。いろいろ立ち上げるにあたりですね、四苦したんですけども、なんとかこう軌道に乗って、記事をですねこう出すっていうところまで来ることができました。で、新しいブログなんですけれども、こちらですね、このようになっております。ともドラム塾ということで、立ち上げております。前のライブドアブログに比べると、もうがぜん見やすくなってると思います。こう目次とかあって、表題とかあってっていうことでね、がぜん見やすくなっていると思いますので、ぜひですね、今後今までライブドアブログに書いてきた記事を、もう一度しっかり書き直してこちらに上げていく予定です。今後ですね、このこちらのともドラム塾の方に、移してまいりたいなと思います。で、予定としては、あと別に僕ホームページも持ってるんですけれども、それもその内容もこっちに移して、ホームページの方も、いずれもしかしたらクローズしようかなと、考えております。全てをこっちのともドラム塾のね、ワードプレスのページに集約していこうかと考えておりますので、ぜひ今後はですね、こちらも時間あるときに覗いていただければなと思います。よろしくお願いいたします。ということでですね、今日は新しくブログを開設しましたというお知らせです。こちら読みやすいようにいい記事書いていきますので、ぜひ時間あったらポチッと見てみてください。リンクはですね、概要欄の方に貼っておきますので、そちらからポンと飛んでみてください。ということで、今後ともですね、私の YouTube チャンネル、そして新しく開設したブログの方、応援よろしくお願いいたします。それではですね、また別の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。